中学生ぐらいの頃に模型の雑誌を買いまして、それで原型師っていう職業があるんだっていうのを知ったんですけど、なんかそこに載ってることをやってみたいみたいな。フィギュアっていうの自体は僕の中ではなんか芸術品というよりは、漫画が好きな人、ゲームが好きな人、アニメが好きな人がより楽しむための道具、ツールといいますかね。ちょっと芸術品とはそこは違うのかな。あなたの思うワンピースを作ってください、なんか自分の表現を出させてもらうみたいな面はこういう大会の場合だけはあると思います。今回のドンクリークはざっくりそのなんか僕の中でのカートゥーン表現みたいなのをやってみたくて、ちょっと間抜け感が出る短足具合とか、ちょっとやっぱり強靭な肉体のその上半身、極端に大きい上半身とか。ドンクリークって結構悪なんですよね悪いキャラなんですけど、言うこと聞かないとブチ切れるしみたいな、ちょっと怖いボスキャラなんですけど、まあ諦めないキャラなんですよね。なんか僕も頑張って仕事は続けていきたいなみたいな感じで、そのしぶとく頑張りたいという点では共感というんですかね、なんですかね、見習おうかなみたいなところありますね。中身から作りたいなっていう感じで、外から掘っていくと僕の場合は中の骨とか肉ってどうだったっけってちょっとなっちゃう部分がありまして、でそのできたものから逆に教えてもらうこともありまして、なんかあこういう輪郭線ができるんだとか、そのなるべくその作品のファンの人たちと同じ気持ちで作りたいっていうのはあります。なんか寄り添って作らないとこれだってならないだろうなっていう、まあ、元から僕も好きな作品だったらより乗れるんでいいんですけど、まあ、一緒のファンになって作りたいなっていうのは心がけてると思います。はい、なんかドンクリークのその性格とかこういうポーズとかはまんま取り入れて感情移入した感じなんですけど、いつものワンピースのバランスとはちょっと違うカートゥーン的な表現で、ちょっと目新しいアプローチといいますか、作り込む時はいろいろ何て言うんですかね、拳銃とか服とかでも本物を調べてこういう素材なんだとか、そのフィードバックで密度が高まっていくっていう作業なんですけど、単純化の場合は削いでいかないといけないですね。逆に単純な形にしないといけないっていう、でも分かってもらえないといけないんで、そこのせめぎ合いといいますか、はい、世界ですけど、まあそこまで気負わずに、勝つ人って多分一番楽しんで作ってるイメージなんですけど、すごい方ばっかりで大会で勝った試しがないんで、全く賞金のことも何も考えてはいないんですけど、ちょっと今彼女と一緒に暮らしてるんで、まあそうですね、結婚資金とかに使えたらいいなと思いますねちょっと今までにないアプローチ、面白いかなと思うアプローチで制作してみたので、こいつ面白いことしてるなみたいに思っていただけたら、ぜひ一票いただきたい、入れてくれたら嬉しいです。